ローダイラはロサンゼルスオリンピック金メダリストであり、女子チーム監督として、北京オリンピックではアメリカを銀メダルへ、リオデジャネイロオリンピックでは中華人民、共和国代表を金メダルへ導いた。オリンピックのバレーボール競技、メダリスト一覧は、1964年から行われているオリンピックのバレーボール競技におけるメダリストの一覧である。バレーボールは、 近代オリンピックにおいて実施されているスポーツ競技で2種目が実施されている。すなわち6人制インドアで実施されるこれまでのバレーボールに加え新たに加わったビーチバレーである。6人制バレーボールは1957年にソフィアで開催された第53次国際オリンピック委員会総会において1964年 東京オリンピックからバレーボール競技が実施されることが決定した。ソビエト連邦チームは1964年東京から1980年モスクワ大会まで5大会連続で男女共にメダルを獲得し続けた。日本女子は初開催の東京で金メダルを獲得し、その後の2大会で銀メダルに輝いている。1976年モントリオール大会では、 新戦法であるトマシュ・ボイトビッチのバックアタックを用したポーランド男子が唯一の金メダルを奪取した。これに先立ち、ポーランド女子は1964年1968年の2大会で銅メダルを獲得している。1980年モスクワ大会では開催国であったソビエト連邦が男女共に金メダルを獲得した。なお、同大会において、 ブルガリアが男女チームともに唯一のメダルを獲得している。アメリカ合衆国主導による1980年モスクワ大会ボイコットへの対抗措置としてソビエト連邦とその一部同盟国は1984年ロサンゼルス大会をセキュリティ上に問題ありとしてボイコットに踏み切った。同大会ではアメリカ合衆国代表が男子が金、女子が 銀のいずれも初のメダルを獲得している。また初参加となった中華人民共和国女子がいきなり金メダルを獲得した。アメリカ合衆国男子代表は1988年大会で2連覇を遂げ、ペルー女子が史上唯一のメダルを獲得した。ソビエト連邦チームは男子が銀メダル、女子が金メダルを獲得したがこれが最後のメダルとなった。 1990年から1991年にかけてのソビエト連邦の崩壊に伴い、ソビエト連邦構成国15の内バルト3国を除く12カ国が EUN 代表として1992年のバルセロナオリンピックに加わった。同大会において EUN は銀メダルを獲得し、キューバが初の金メダルに輝いている。また男子競技においてはブラジルは、 初制覇を遂げ、オランダが初メダルを手にしている。1993年9月18日に、モンテカルロで開催された第101次 IOC 総会において、ビーチバレー競技を1996年のアトランタ大会から採用することを投票で決定した。ビーチバレー初開催となったアトランタ大会では、男子がアメリカ合衆国、女子がブラジルが、 初代王者となった。同大会のインドア競技ではバルセロナの男子大会で初の銀メダルを獲得したオランダが初の金に輝いている。2000年のシドニー大会ではビーチバレー女子で地元のオーストラリアが優勝している。またロシア代表チームがソ連崩壊後の単独チームとして男女共に銀メダルを獲得した。2004年のアテネ大会では スペインがビーチバレーで銀メダルを獲得したが、これはバーボール競技、ビーチバレー競技における唯一のメダルとなっている。女子ビーチバレーにおいては、アメリカ合衆国のミスティメイトケディ・ウォルシュが金メダルを獲得し、以降の大会で3連覇している。2004年のアテネ大会において、男子インドア種目でアメリカ合衆国が3度目の金メダルに輝き、 旧ソ連代表の記録に並んだ。ソ連代表はインドア競技で男女合計で12個のメダルを獲得し、ビーチバレー競技ではブラジル代表が獲得している11個のメダルがそれぞれ最高となっている。ただしブラジルチームはインドアでも9個のメダルを獲得しており、インドアビーチ合計の獲得メダル数20は他国を圧倒している。 多数いるメダリストの中で4個のメダルを獲得した選手が6人いる。キューバのアナ・フェルナンディスとアメリカ合衆国のケディ・ウォルシュ・ジェニングスはそれぞれ金3個と銅1個、ソ連のインナリスカルとブラジルのセルジオ・ドゥトラ・サントスはそれぞれ金2個と銀2個、ロシアのセルゲイ・テチューヒンが金1個、銀1個と銅2個、そしてイタリアのサムエル・パピが銀2個と銅2個である。 また8人の選手が3個の金メダルを獲得している。アナ・フェルナンデスを含む5人が1992年から2000年まで3連覇したキューバチームのメンバーである。前述のごとくミスティメイトレーナーとケディ・ウォルシュ・ジェニングスが女子ビーチバレーで3連覇中である。最後の1人はカーチ・キライである。キライは男子インドア種目で1984年と1988年に 金メダルを獲得し、1996年にビーチバレーで金メダルを獲得しており、インドアおよびビーチバレーの両種目で金メダルに輝いた唯一のプレイヤーである。また、嫌いは監督としても2016年に銅メダルへ導いている。メイトレーナーとウォルシュ・ジェニングス、そしてブラジルのリカルド・サントスとエマヌエル・レゴはビーチバレーだけで3個のメダルを獲得しており、 ブラジルの二人は、金銀銅をメダルを有している。二人がペアを組んで、金と銅メダル、他パートナーと組んで銀メダルをそれぞれ獲得している。ブラジルのアマウリ・リベーロは1984年、ロサンゼルスで銀メダル、1992年バルセロナで金メダルを獲得した。1988年の銅メダリストダニエル・カステラーニ。あとに、 ポーランド男子代表監督に就任した。ルイジ・マストランジェロはイタリア男子代表として3個のメダルを獲得している。アレクセイ・クレショフもロシア男子代表として3個のメダルを獲得している。イヴァン・ザイツェフの父地、ビャチェスラフ・ザイツェフは1980年大会の金メダリストで、イヴァンも2012年大会で、銅メダル2016年大会で銀メダルを獲得し、 親子2代のメダリストである。地場の愛称で知られるジルベルト・ゴドイ・フィリョは、金1、銀2の3個のメダルを獲得している。ロシアのリボフ・シャチコワは2個の銀メダルを獲得している。ロシアのエカテリーナ・ガムはも2個の銀メダルを獲得している。ローガントムはオリンピックに4度出場し、うち2回に銀メダルを獲得している。荒木エリカは首相として、 全日本チームを28年ぶりのメダル獲得に導いた。タイスマリー・アゲロはキューバ代表として2個の金メダルを獲得。イタリアに帰化した後の2008年にもオリンピック出場を果たしている。マリアーネ・ステーン・ブレシェルは2008年北京で金メダルを獲得。2008年2012年に銀メダルを獲得したステーシー・シコラ。シェーラ・カストロは 2008年2012年に大会連続金メダリスト。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領と共にポーズを取る2008年北京オリンピック金メダリストのトット・ロジャース・フィルダルハウザー。ジョージ・ W ・ブッシュ大統領と共にポーズを取る2008年北京オリンピック金メダリストのミスティメイトレーナーとケディ・ウォルシュ・ナタリー・クックは2000年大会で金メダルを獲得した。ロシアのセルゲイテチュヒンは 男子選手としてメダル4個を獲得した一人。古本の愛称で知られるエリア総座はオリンピックに5度出場し、うち3個のメダルを獲得した。オリンピックのバレーボール競技及びビーチバレー競技において3個以上のメダル獲得者を記す。ベルナルド・レゼンでは選手として1984年に銀メダルを獲得し、ブラジル男女監督として6大会連続メダルに、 導いた。本節は現役選手としてメダルを獲得し、引退後に監督としてメダルに導いたものの一覧を記す。ただしメダル獲得はインドア競技に限った。このうち、ロー・タイラは2008年にアメリカ合衆国を銀メダルに導き、残りの2つのメダルは母国代表チームをメダルに導いた。ABC スポーツリファレンスには、 1992年のメダリストとして、フェルナンデスの名が掲載されていないが、IOC のバルセロナオリンピック公式報告書には掲載されており、本記事ではこれに従う。ありがとうございます。